こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、ここはこれ仙仏城、真空休大して帰るです。これは法古寺が馬祖同一に参禅しており、その修復を唱えていった言葉です。ここつまり馬祖の座禅堂はまさに仙仏の仏を選ぶの道場である。たくさんの雲水たちが集まってきて、知識妄想を捨て切る修行を学び、一人一人がその悟りの境地を体得して巣立っていく。真空休大とは、三禅などにおいて師家が雲水の境界を日々確認し、合格の印に印花状を出す習わしです。真空は心があらゆる執着から解放されて自由な在り方を得ることです。今からここはこれ仙仏城、真空休大して帰るを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。